どうも、こんばんは、N です。今回は東京グールリインボーク、ついに黒い死神佐々木ハイセがピックアップされました。東京グールRE第2期放送記念ということで、スペシャルガシャに死神ハイセ、まあ以前にも紹介したんですけど、ついにピックアップされました。まさかね、アニメ放送前に来ると思わなかったんですけど、日が変わった瞬間に来てましたね。で、このガシャやばいのが、まあ、連続ガシャ、10個じゃねえわ、過去すぎ50個で、今回フェスみたいにね、最初30個とかじゃなくて50個で、1回ワンステップ引けるんですけど、まあ、5ステップ目まで行くとですね、死神ハイセが確定でもらえるということで、まあ回すべきなんじゃないかとは思うんですけど、これねちょっとって思うのが、みんな持っちゃうよね。だから俺引こうか引かないかちょっとね迷った。欲しいキャラがいっぱいいるじゃん。だってオールが出てきてないじゃん、まだオールが出てきてないから、多分あれフェスで出てくると思うんだ、スペシャルじゃなくて。予想だけど、ただの。だからここで石を使ってね、こいつをごとつにするべき、いや性能的にはするべきっていうか、性能ちょっと見ようか。あの性能と一緒ではないかもしれない。まあ熟練で 100% するとアタックが、プラス6かで12になると強いな。まあ各属性にキラー違うわ、あれか、光と闇に属性キラーの S プラスが1個ずつついてると。でクリティカルが、ダブル S、プラスということで 35% アップで、ブレイクした時 1.8 倍にするか、強いな。で武器耐久値12か、高いんだよな武器耐久値が。で3ターンの間、自身の回避率とガード率 30% アップ、敵前衛攻撃力10連ダメージ、×2 の10連ダメージ与えて武器耐久値をマイナス10。まあ敵前衛のね武器耐久値をマイナス10ってマジで強いっていうか、だでもこいつのスキル一発打つだけで全員のブレイク持っていかれるって考えたらどうなのって感じかもしれないけど、まあ強いよね普通に。引いていきますか。何連しようかな。正直、まあ、ちょっと考えたんだよ、死神ハイセが来るって分かってから。オール欲しいし、結局重装が欲しいんじゃないかって俺思い始めて、重装がね欲しいんだなって俺気づいてさ、ちょっとこれ引くかちょっと迷ってんだけど、まあとりあえずワンステップ一周すれば確定なんで、ちょっととりあえず一周しますね。一周しながらちょっと話していきましょう。で今共鳴剤が60何個あるんだろう、まああるんで2個、3体か。このゲーム3体ですね。3体引けばとりあえず 100% にはできるんだけど、そのためには、まあ、最低っていうか一番最悪の状況になったとしてもとりあえず3周はしなきゃいけない。でも石の数的にできないから、とりあえずね1周にしようかなと思ってるんだけど、操作感だよだよね、まあだよね、まあ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 想定の範囲内だよ。まあ5ステップ目まで行く通過点で出てくれるとは思ってないから、ちょっと売るわ。話を戻すけどまあ5ステップまでに出てほしいじゃん、どうせなら。てか1ステップで終わらせたいっていう気持ちはどっかにあるんだよね。3体、でもどうせやるなら熟練で 100% まで行きたいから、まあ、でもいずれなるじゃん。占領戦をやってると、ああこれ外れたね。占領戦をやってるとさ、共鳴剤ってめちゃくちゃ手に入るから、まあ、いずれできるじゃん。だから1体でいいのかなと思っちゃったりもしてるわけよ。てか次変わったらさ、共鳴剤20個手に入るしさ。でもよ、その共鳴剤を取るのに SSR を何個売らなきゃいけないのって話じゃん。じゃあここでさ、確定でハイセ出るんだったらここで揃えておきたいよねっていう操作感だよ。気持ちもあるっていうか、多分そっちの方が効率いいじゃん。だって250個で1体共鳴させられるというか、ハイセを共鳴させるって考えたら絶対引いた方がいいわけよ。いや確定枠までに引いていく男。とりあえず1体目、まあ次の4ステップ目でさ、まあ、出てくれるんじゃないかなって思うわけですよ。もう1体で最後の5ステップ目でまた確定枠で出てくれるんじゃないかなって思うわけですよ僕はね。いきましょう。まあこれで、まあ1体引けたからさ、道中であと1周すれば合計で確定で3体は集まるわけじゃん。じゃあ今持ってる共鳴剤で 100% にできるわけよ。効率がいいんだよな。
やっぱそっちに2周するか確定枠。いやそうした方がいいんだよな、今後のことも考えて。おっと、あ待って、そういやオロチ持ってなかった。待って、スペシャルガシャって何が出てくるのか把握してないわ。もしかしてフクロウとか出てくる、このスペシャルガシャで5ステップ目だから回数が1体手に入るということでね。まあここで別に2体出てくれたらそれはそれで今追われるし石も保存できるしいいんだけど、まあこれからが怖いよね。アニメ2期始まったら多分1期のキャラがポンポンポンって出てくると思うんだよ個人的に。あー排水1体か。まあとりあえずもう1周しますか。アニメの2期始まるとなんだろうな、まあ確実にオールとかもポンポン出てくる。ちょっとあれだな、ボックス整理させて。じゃあとりあえずもう1周しますわ。これでもし途中で排水が出て、まあ、2ステップ3ステップ4で、まあ、1でもいいけど出るとしても絶対確定枠までには行く。なぜなら確定で1体出るから、もうそこで途中でやめたら逆に損だから。え、これパチンコみたいな考え方かなって今一瞬ちょっと思っちゃったんだけどパチンカって言い方ちょっと悪いけど、そういう考え方に今陥っちゃってるのかな。これ外れだわ。まあ1ステップ目は外れと。これさ、強化素材が手に入るのいいよね。2ステップ目と、まあ、ここで出てくれても全然 OK。 共鳴剤が残せるなら全然 OK っすわ。ただね、まあ、さっきのちょっとアニメの話になるけど、アニメ終盤までいくと俺の欲しい重蔵も絶対いつかは出るじゃん。で、あの金木も出るじゃん、いつかは。ちょ、まあ、お前かい。今ちょっと操作感でドキッとしたわ。で、グールの方は何が出る？ちょ、来すぎじゃない？オロチパイセン来すぎじゃない？3ステップ目行きましょう。1体、あ、3ステップ目って1体 SSR 確定でピックアップキャラの確定アップか。え、じゃああれかな、さっき何本出たっけ？さっき3だっけ？まあここで操作感出たらちょっと期待大ということでしょう。まあでもね、まあ本当こいつ強いんで、まあ、引いたからには熟練で 100% にしたいところですね。おっと、確定枠っていうのはどうなんだろう。確定枠もあれなのかな、上がってるのかな、確率が。どうなんだろう、確定枠の他に。確定枠は平等とかそういう。やったぜよし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 、これ神引きじゃないか。まあ2周してさ4体集めれたらさ、これ神引きって言ってもいいんじゃない。2周して4体ってかなり効率いいと思うんだけど。あー外れですね。かといってステップ4で外れていいわけではないんですよステップ4でね外れていいわけじゃないんですよ。じゃあラストですね。待って、石700個あったのにさまあ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 、まあいいでしょう。俺これ思ったんだけどさ、最近ちょっとストーリーを周回してて思ったんだけど、あれルート A の方にさハードってないんだね。俺あるもんだと思ってやってたんだけどさ、まあ後々追加されるのかなと思うけど。てかこの前 RE のあれだよね、ストーリー追加されて44だっけ、44番だったかな。はい、ということで、まあ2周したんですけど死神配信4枚、多分1周目も2周目もステップ3の確率が上がってる時に引けたんじゃないかなと。ちょっと記憶ないんですけど、1ステップ目じゃないわ、1周目は。というわけでちょっと強化していこうかと思います。いいね、いい並びだね。ちょっとロックしようか。で、まず共鳴させていこう。キャラクター怖いな、いいのか、混ぜちまって、60% いきましょう。熟練度上昇と。で、まず促進剤で、熟練度 100% にして、あ、59か。あ、まあ、でもショップの方に促進剤買ってないのがあるから、まあ、それ60は超えると。で、これで 40% だな。上げていくということでね。で、100% と。OK。いいですね。まあ、俺もね、いいよいいよ。もう無料で回収できる石がなくなってきたんで、まあ、これから突っ込むしかないと思うんですけど、強化の書いきましょう。これ武器強化最初までいけっかな、どうだろう。俺そんなね回ってないんすよね。なんだっけ忘れちゃった。強化素材の時、強化素材のやつを回ってないんで時々ねないんですよ。でショップで買えば楽だろうと思ってね、いつもショップで買っちゃうんで楽しちゃうんだよね。それでダメなことに
まあ、ここら辺はまだいけると。序盤なんでね。で、フレンドガシャも全然回してないんで、フレポがいつも溢れてるんですけど。まあね、またちょっとチャンネル登録者数がね、1万4000人ぐらいにいったら、まあ、全員ちょっとね、核宝石で増やすのをちょっとストップかけちゃうかもしれないけど、まあ一応申請来た人、ほぼほぼ承認するフレンド、プレゼントなんちゃらみたいになっちゃうけど、最近の流行りの。まあ、フレンド申請をね、承認するみたいな感じのことを、まあ、限界までね、まあ、どうせ100ぐらい空きあるから、前ね、めちゃくちゃね、石50個ぐらい使ってね、フレンド枠増やした記憶あるんですよね。50も使ってんのかな。なんで、まあ、そういうのやろうかなと思ってるんですけど、おい、足りねえじゃねえか。おい、足りねえじゃねえか。水の広角ね、これ、あるかな。あ、ギリギリあるな。水の広角ね。これ間違いない。俺めっちゃ間違えるんだよ、これ。水の広角を10個。あぶね、ちょうどじゃねえか。これは、死神廃生を。武器評価10にするための、まあ、運命力かな。はい、ということで、限界まで強化しました。こんな感じですね。じゃあ、次の動画ですね、こいつガンガン使っていこうと思うんで、よかったらまた見てください。かっこいいな。あ、後ろのエフェクトバリかっこいい。で、こいつがまた、あのね、こいつのいいところは水属性っていうこと。俺ね、これ絶対さ、闇属性来ると思ったやつがみんな闇属性来ると思ってたでしょ、これ絶対。で、また闇のぶっ壊れキャラが増えるのかと思ったら、これ水属性ですよ。はい。まあ、水の操作感で強いに似たかな。まあ、アリマか。フェスゲンアリマが水なのかな、あれ。ちょっとあんま覚えてないですけど、使ってないんだよな、アリマ。まあ、こんな感じで。こいつがフェスゲンで来なかったのは、結構あれだね。巧みに使われたね。フェスゲンのキャラクターが出るときにやったら絶対引くでしょ、みんな。ここね、フェスゲンのキャラクターが出ないスペシャルガシャっていうのが、ミソですよ、このガシャは。多分出ないよね。出ないと思います。はい。ということで、今回は死神廃生、確定枠2周しまして、限界まで強化してみました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。